赤身の風潮は、スズメメ風潮科の蝶類。全長21センチメートルほどの小型の風潮である。オスの灰色は赤と黒で、首は黄色い羽毛で覆われ、口の周りは薄緑色、足は鮮やかな青色で、くるくると巻いた2本の紫色のお葉を持つ。頭は、木の字型に黒い羽毛が生えているほかは、鮮やかな青い皮膚が剥き出しになっている。 メスは茶色っぽい鳥で、オス同様青い頭頂部が露出している。生息地では、真っ青な頭部が嫁にもくっきりと見え、深い黄色の背とビロードのような緑色の胸が、鮮やかで、お葉は銀色に輝く。インドネシアの固有種で、西パプア州のワイゲオ島とバタンタ島の低地及び、丘陵地帯のウリンに生息する。果実や小型の昆虫類を食べる。分布域が限られており、 生息地の環境破壊や狩猟が継続しているため、国際自然保護連合のレッドリストでは、純絶滅危惧に指定されている。本種は、ワシントン条約付属書2に掲載されている。本種の命名者は、ナポレオン・ボナパルトの弟のリュシアン・ボナパルトの、長男で、共和主義者だった、博物学者、シャルル・リュシアン・ボナパルトであり、首相名は、共和国のという意味である。 ボナパルトの命名は、イギリスの鳥類学者、エドワード・ウィルソンから購入した、ひどく損傷した標本に基づいており、本種をウィルソンに、懸命しようとしたアメリカ合衆国の鳥類学者、ジョン・カシンに数ヶ月の差で勝った。13年後の1863年に、ドイツの動物学者、ハイン・リッヒア・アガトン・バーンシュタインが、ワイゲオ島で赤身の風潮の生息地を発見した。 赤身の風潮の動画を初めて撮影したのは1996年にデイビッド・アッテンボローが制作した BBC のドキュメンタリー、楽園のアッテンボローが最初である。シシニュラス・リスパブリカ。ありがとうございます。